ここもまたなんていうんですか、朝日夕日月全部綺麗そうですね。今本物にこう昔から伝統のあるもので作ってるオイルっていうのがスリランカにしかないと言われていまして、でそこのしかもお医者様が使うようなオイルを作っているお医者さんの工場があるんですけど、そういうところで作ったオイルをそのまま入れさせてもらってるんですよ。でこれが日本ではうちでしか、今これから開けます。はい、バスルーム素敵だな、いいタイプですね。チャクラとかはやっぱいいですよ。チャクラいいっすか。いいっすよ、赤がないですもんね。赤なし、素敵、さすが。いい頭触らせてもらってこんなにバランスがいい人私初めて会いました。えこうすごく疲れてるし重いし、あれなんだけど、その嬉しいっすね。なんていうんですか、こう一箇所がこう左、すごいすごい、あれ牡蠣のあれですか。そうです、そうです。牡蠣のイカタってああなってんだ。牡蠣大好きなんですか。あ、本当ですか。じゃあ牡蠣の時期にまた来てくださったら。そうですね、一斗缶とかで売ってますよ。いいな。いやー、今日は晴れてよかった。ねえ、絶好ですね。なんだろう、このカメラがっちり映ってる。あ、そうか、光線が見事にこう上から来そうだ。大丈夫ですか。止まんなくてもね、これね、ゆっくり行ったら大丈夫。いい感じ、最高、素晴らしいですね。あ、リボンの缶もありました、またでしょ、ちっちゃいのがね、ちょこちょこ。いいですね。ペンション、親父の海、おしゃれじゃないですか。いかついのかと思ったらバリチックな感じね。カヤックもあって、めっちゃいいじゃないですか。
よくないですか、ここ痛いでしょ。めちゃめちゃいいっすね。なんだろう、今日ここって予約すればよかったな。レンタカー借りて。4台が入りまして、今度予約させていただきますので、よろしくお願いします。はい、限られた時間しか渡らないっていうね。初めてですよね。初めてです。もう渡ってしかった今。もう人生アドリブですから。いや気持ちいい。やった、やった。夏の入道雲&麦わら帽子。透明度高いですね。すごいすごい、見てこれすごいっすよこれ。いいですね、手繋いで若者は。何かあったら僕が。昔ウィンドサーフィンちょっとやってたんですよ。あ、そうなんですか。だけどウィンドサーフィンって準備するまでがすごい大変で、炎天下なんか 1時間ぐらいかんでセットするの。それが嫌で。でも気持ち良さそうですけどね。あれスピードが好きな人は好きですね。スピードが好き。ただね、怪我したんですよ。何でもあの乗り物では怪我するんですけど、ウィンドサーフィンでも怪我しちゃって。そうなんです。小指をちょっとね、あのひびが入っちゃった。そうなんです。怪我してやめちゃったんですか。怪我して、そうですね、怪我を機会に。何でも秋っぽいんですよ僕。あの私も秋ショーですけど。秋ショー。秋ショーいいですよね。秋ショーってプロデューサー向きなんですよね。そうなんです。だってプロデュースするってほら、秋っぽくないと次に行かないじゃないですか。確かにそうです。ね。でリトリートなんて企画をいっぱいどんどん飽きていかないと。そうですね。そうなんです。だから向いてるんじゃないですか。そうそう、企画とかするのは好きです。うん。これ後でアフレコで入れると思うけど、これ来たいって必ず思えると思うんですよね。映像が綺麗だったら。そうですね。頑張んなきゃ。リボーンのエグゼクティブ会員の。今なんていうところでしたっけ。松本。本当ダメだ。牛窓の黒島。これ点在してるんですね、小さいところが。ここもまたあのなんていうんですか、朝日夕日月全部綺麗そうですね。小豆島が終わった右端に尾根が開かれて台形に。ああ尾根は、はいはいはい。これが四国高松らしい。あ、でその間にちょっと香りだけど、はい、高松の街が見えるんですけどね。へえ。なんか近いな、こっからだと。でこの浅いところは、今は日中あの海水がいつも干上がるからとかね、
うん、高松が見えるとは。そっか、まあね、私たちの世代の原因なのかな。いや、そうですよ。僕なんか子供の頃親なんか絶対ついてこなかったけど、今全部サッカーだろうがなんだろうがね、まあコロナ禍以前はみんなついてきてましたからね。あれありえないですよね。そうですね、どうですかね、うん、現代汚染なしですね。そうですね、予算ぐらい人が住んでません。晴れ女っておっしゃってましたね。そうです、晴れ女。よかったですね。これからあの、ね、リトリートの主催者の知恵先生は晴れ女。晴れ女です。奇跡多数。奇跡多数。素晴らしい。私もそうなんです。はい、ぜひ皆さん、私たちと一緒にリトリートのツアーにご参加ください。そう、お休みだから気分が全然違いますよね。明日から沖縄だし。明日もいいですね。うん、大人だな。大人ですか。大人な雰囲気で。いいですね。僕今波動のフォーラムやってて、結構リトリートで お客さん紹介できますよ多分。あ、本当ですか。ここの背景いいですね。これピントコーナー、一眼レフモードなんですけどね。おなるなるなる、素晴らしい。ほら背景ボケ、本当です。ピントがまだ使いこなせてないですけどね。OK、 ソルフェジオ波動水をいただきありがとうございます。藤原さんがこちらで施術していただくと、うん、はい、でこれがヨガって書いてあるけど、なんて思ってるところなんですか。これはですね、お店の名前は、このお店はっていうかリマンニさんで今やられてる方はこの大井さんっていう方なんですけど、うん、ヨガやられたりするのバリニーズエステをここでされてるんですね。なるほど、うん、で私はあの住先生のお知り合いの先生とタッグを組んでここでやろうっていう話を最初もともとあったんですけど、それが今あの継続してるんですけど、ちょっとストップしていて、コロナ禍、うん、コロナ禍もあります。ちょっといろんな事情が、なるほど。でその時に去年末ぐらいだったのかな、うん、だったんですけど、でこっち側に私の施術セットをずっと置いているんですね。あ、なるほど。でずっとそれを置きっぱなしで、いつかここでしたいなって、今日2回目なんですけど。あ、そうですか。そうなんです。そんな状態で、私も私で自分のサロンがありまして、別のところに、うん、はい、なのでいい場所なので、ぜひここで。すごいラグジュアリーでね。ね、素敵なので。わかりました。まあ、というか私はやったことはないんですよね。はい。アイルベーダー？アイルベーダーは、あの、一応本買って読んだりはちょこちょこしてますけど、まあ、スリランカのね、あの伝統医学で。アイルベーダー協会のね、副会長やってる方とこの間夕食したことがあったんです。そうですか。だからちょっとはかじってます。でやってもらったことはないです。そうですよね。思い出じゃなくていいので、うん、一番私のところの特徴としてはオイルが本物だっていうことなんですね、うんうん、だからあの今本物にこう昔から伝統のあるもので作ってるオイルっていうのがスリランカにしかないって言われていまして、でそこのしかもあのお医者様が使うようなオイルを作っているお医者さんの工場があるんですけど、そういうところで作ったオイルをそのまま入れさせてもらってるんですよ。でこれが日本ではうちでしか、うん、あの取り入れれない。なんていうところですか。それは個人の先生方の、向こうでも何かってこうそれぞれありまして、その科によってオイルを作られてるんですけど、でそのいいものをここいろんなとこからと大学病院さんの協力とで、うちにだから個人的に入れているところはうちだけだと思うんですけど、そうそう、はい、
それが一番の特徴です、はい、うん、でマッサージとしてはアイルベーダってマッサージの主義ってないんですよ、ね、ないので、あのマッサージの主義はうちのオリジナルでやってます。何をしてるかっていうと、そうですね、全体を整えるときに体にいろんな不要なものがこの生きている中でいっぱい出てくるんですけど、それをオイルを使ってこう外に出すのがメインです。なるほど。で頭を触らせてもらうと、その方がどういう思考でどういう風な体の特徴というか癖というか、頭でだいたいこう分かってくるので、それを緩めたり、例えば記憶の整理ができるような形に整えたりとか、そういうこともやる場合もあります。まあ、確かに私の記憶力がもう異常に悪いところがあって、名前とか全然ダメなんですよ。私もです。名前ダメだったら、人相とか顔とかそういうのすっごい覚えてるんですよ。であとそれが一回シナプスが動くと全部つながるんですよ。ああなるほどね、はいはいはい、この断片をちょっと思い出すと全部つながるんですけど、これ子供の頃からなんですか。ちょっと問題児だと思う。学習障害いやでも本当小さい、本当だよ。いやでもあの自分はね、あの別にこの好きな分野でやりますけど、だからやっぱりこう好き嫌いが激しいんでしょうね、きっとね。だからそれも先生がね、頭を触れていただいて、まあね、読み書きになれば締めそんなことができる。いやでも結構パソコン黎明期からやってるから、もうずっとタイピングじゃないですか、うん、全然書けないですよね、書こうと思うと。ここまでが限界みたいな。十分ですよ。そんな感じです。いいですね、こうやって何でも人の、ね、悩みも何でも聞ける立場ですもんね、お二人ともね。ね、言わないでくださいねとか録音して自分で言ってください。じゃあお任せでどうぞよろしくお願いします。じゃあ前進させていただくボディでいいですか。で前金であのカードは使えないんですよね。そうなんです。あ、じゃあ元気ですよ。いくらですか。3000がこの施設費用が3000でしたっけ。そうです、フルにしていただいたらもうそれは大丈夫です。こちらじゃあいくらでしたっけ。3万3000。はい、じゃあキリがいいところで、あ、そう、3000だったらあったんだよさっき。その千井先生に返す金がない3000なんですよ。もう電子してもらってるからいいですよ。はい、これちょうど、すみません、一応領収書いただけるとありがたいんですけど。まあいいです、今度でいいですか。こう経由で大丈夫ですか、うんうん、メールでも構いません。本当ですか、ありがとうございます。いやちょっとね、領収書決済でうるさくすみません。ちょっとゆっくりできました。落ち着きましたか。いや気持ちが興奮してきました。帰ってワクワクして何するんだろう。まあ告白するというか、あの何ですか、ホテル出張行くとマッサージあるじゃないですか。それでそんな告白していいのかな。ああいうのと違いますもんね。そうですね、うん、これ治療ですもんね。そうですこれオイルなんですよ。ちょっとはあ、これはでも勉強になりました。確か独占企業だっていうのと、これそこの会社の話はちょっと決まり聞いたことあるんですよね。あ、そうですか。これやっぱり現地でそういう先生が、スペシャルな先生がいるんですね。にその企業でって今まで聞いて、ね、あ、そうですか。それなんかでは、あのアイルベーダーなんかアワードみたいなのがあって、うん、そのなんかそういうのあるんですよ、うん、それに僕ちょっと肌装置作ってるから、それちょっとノミネートするよみたいな話で、さっき話があって、うん、したら実はスリランカではそのほぼ国営の、うん、そのアイルベーダーのなんかそういうあるんです。そうです、なんか、うん、まあ、大統領さんとかも知っていますけど、まあ、ちょっと前に変わったのであれなんですけど、なんか今これから受けます。はい、
これバスルーム素敵だな。いいタイプですね。はい、ではよろしくお願いします。おしゃれですね。ありがとうございます。手作りなんですよ。すごいおしゃれ。こんなの初めて。なんかよだれ垂らしたくなった。垂らしてください。大丈夫です。明日暑くないですか、マット。いや、いいですね。最高。確かにちょっと暖かいもんなんですね。はい、ちょっとだけ温めています。オイルのマッサージは、あ、それはね、実はさっき言った通りホテルで、はい、なんか合わないオイルやられるの嫌なんですけど、あ、はい、アロマとか、そう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 、それはなんかたまにやってもらうんですよ。やっぱり感じるんですね。わかるんですね。合わないのはね。いやでも勉強になりましたよ、先生。お父さんってその人が分析できるっていいですね。そうですね。なんかその方が送りたいメッセージを受け取る感じなので、1回でどこまでっていうのは、もうそれぞれその方の状態なんですけど。そうだ、今日もこれアイルベーダーでインドがつながってる。ずっと僕インドに縁があるんですよ。ああ、インドスリランカ、そうそうそう。不思議だな、導きがあります。ベーダー、ベーダーとはベガ製のベーダー。ベガ製のベーダーなんですか。そうなんです。120分のオイルトリートメントでしたが、数十時間というかですね、2日ぐらい寝たんじゃないかという感じのですね。まあ、実際疲れたら疲れるんでしょうけれども、これ以上ないぐらい心地よく熟睡をし目覚めたという感じです。熟睡に至る時にですね、軽い幽体離脱をしました。体がですね、これほど重たいものを私はいつも持ち歩いてるのかという感覚ですね。そして意識はとてもクリア、しかし体がどん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 地球のマントルへ向かっていくような、そういう感覚を覚えました。ああ、なるほど。健康な人のね、健康だけど、まあ、その中にこうちょっと直したらいいというか、元気にしたらいいところがたくさんあって。なるほど、うん、それで今、ま、富先生のパソコンが簡単で、あ、ホワイトバランスをちょっと調整します。はい、どうぞ。まず注意欠陥症候群とかそういうのないですね。そういうのは出てないんですけど、いくつか、そうですね、食道のとことか、耳とか、食道、耳とか、はい、とこれは何だっけ、肩甲骨とか出てますね。肩甲骨ね、今ね、確かにそうなんですよ。肩甲骨剥がしいろいろやってて、あ、まだ回してください。全然かわいい。あ、ほんとだ、うん、あ、動かないですよ、そこ。ん、大丈夫ですよ。だいぶ寄ってますよね。うん、だいぶこう肌ストレスなんですね。ここに癒着してガクってなってたんですけど、うん、だいぶちょっと緩んだ状態で、離れてはないんだけど、うん、その周りの筋肉が今緩んで柔らかいので、動かせば動かすほど今なら、そうですね、そうですね、今こそヨガをして、ね、今こそ、うん、ですね。これでまた時間がたって癒着しました、ね、そうです、そうです。でも本当にスッと回したくなるような感じですね。
と小腸も当ててる。小腸、肝臓とか。肝臓出ますよ。僕酒やめたんですけど、昨日一昨日3日間もずっと飲んでましたから。もうやめたのに。膝もちょっと出てるかな。先にマインドフルネス。ビタミン B12 がなんか出てるけど。ちょっと疲れが溜まりやすいんじゃないですか。なるほど。ビタミン B12 は。携帯電話出てるから。やっぱりこうちょっと。そうですね。今日ねアースしたけど。そういうのをやった方がいい。これ組み合わせいいですよね。こうやって。はい、そうそう。ね。ちょっと話しては、はい、これ手に。もうないかも。でこう見た目が変わったのは、こう表面にあるものが話せなかったものが出てるので、はいはい、なるほど。ちょっと視力も良くなるんじゃないですか。そうですね。良くなるはずです。でも全然こうチャクラとかはやっぱいいですよ。チャクラいいですか。いいっすよ。赤がないですね。赤なし。素敵。さすが。いい。頭を触らせてもらって、こんなにバランスがいい人私初めて会いました。えこうすごく疲れてるし重いし、はい、あれなんだけど、その嬉しいですね。なんていうんですか、こう一箇所がこう肥大したりとか、こうごちゃごちゃに絡まってたりとかするっていう場所がそう大きくはなくてですね、バランスがいい感じでした。ただ疲れだとか、その電磁波の影響だとか、あと人からの影響もちょっと受けている感じ。そうですね、人から受けやすい方なんですよね、やっぱりね。だと思われ、その場所がいつもこう働いていて、休まってない感じ。ああ、交感神経が。そうですね、そうですね。それが人がこう自分がすごい考えてるとかではなくて、こう人からその日中に受けたエネルギーとかの状態で活発な部分が寝てる時に一番今問題かなっていう感じがします。大変満足度が高かったですよ。本当電信やってよかった。足はしっかりマッサージはしてないんですけど、最初オイル入りにくかったんですけど、裏返っても表になってもらってからスッと入るようになったんで、多分ちょっと足も動きやすい感じが。シエ先生の波動水は何作ってるんですか。あんま作ってない。チャクラとか、あと、そうそう、何やってるの、解毒とか、神経系とか、結構やってますね。いろいろ試しては見てるんですけど、でも絶対やっといた方が調子はいいです、すごいなんかエネルギー的に影響を受けてぐったりする方だから。やっぱ基本解毒ですよね。解毒はね、やっぱ現代社会は生活習慣病というだけじゃなくて、これ宗像先生が言うことですよ、生活環境病でももうあると。もう生活習慣だけじゃないんでしょうと。井ノ原さんはもうその半分しか言ってないと。もう生活環境病でしょうと、環境おかしいでしょうと。ですよね、環境ね。ここまで電磁波多くて、自分もさ、便利なんですけど、使いまくってますから。便利なんですけど、逃れられないですよね。そうですね。
具が置いてあるじゃない、うん、なんか他の人調和をすごい使う言葉がすっごく多くて、うん、今日のほぼほぼこの調和っていうのを使わせてもらったんですけど、うんはいうん、内臓もその筋肉も、うん、全部これって感じだったんですよ今日は、うんうん、分かるな。忙しいですよね、このことやってるとね。すいませんね。でも楽しんでます。楽しいですよ。ちい先生、しかも今フリーですから。フリー。みんな狙ってください。それ違うか。いや、楽しいですよ。こうやってずっと今回ツアー続けてますけど。最高だな、こういうことやりたかったんですよ。そうなんですね。いや、やるに決まってると思って、本当にまたこれがまた宇宙の法則でね、そうですね、こうなると思ってると望んでるとこ来るわけですよ。あとはね、やっぱりこう人にも提供しようと思ってされてるじゃないですか。あ、そうですね。それが多分すごくこう、なんだろうな、宇宙の味方になるっていうかね。僕もね、自分で自分のこと大好きなんだけど、一人でいるときは大好きなの、うん、っていうか自分のこと考えてないんですけど、うん、人といるときは目の前の人を考えるんですよ、うん、そうですね、うん、なんとかいい彼氏ができるといいなそうですね、そうですね、それも大事なことですね、そうだなそう、私の夜好みって友達は言いますけどね。あ、そうですか。自分が何でしょうね、ハードル高くしてるというか、なるほど、好き嫌いが激しいとか、条件が厳しいっていうことですかね。なるほどね。自分の中でね。なるほど。多分、そうそう、そういうふうには言われるけど、その条件分かんないけど、だいぶ昔よりは悪くなったと思う。昨日細川先生がね、はい、大分時代に1720人の女性と交わったみたいな話。どういうことみたいな話をね。しかも忙しいのにそんな正の字で書いてて、その3人でね、覚えてるのがすごいね。ちょっとね、こう正の字書いて、なぜかさ、彼は 3LDK のマンションに住んでて、3人でナンパして、そのナンパのやり方でもインタビューしたんですよ。そのうちの今記憶に残ってる女の人は 何人みたいな。すごいですね、そんな、よくそんな暇が毎日どっかひっかいな感じですか。らしいですよ。疲れないんですかね。楽しかったんでしょうね。うん、結婚してからは男6人女6人です、ね、男6人って誰なんですか。だからジャニーって言われてるんですよ。そうなんだ。ジャニー細川なんですね。両方 OK なんですね。両方 OK、 ちょうどバランスがいいの、6人6人。そういう問題かな。博多にいるちょっとね、女の友達らしき人たちには、僕と細川先生ができてるみたいな噂を出してあんまりよく合ってるから。それはしかも焼き餅まで焼かれてこないの。ジャニーと一緒でしょ。すごいすごいですね。僕は人間が大好きなんだ。鳩も好きだし猫も好きだし、この人チャーミングですよ、すごい。面白いですね、人間的で。人間的ですよ、うん、そう、人間的であるっていうのは大切ですよね。ですよ、人間味なんだよね、みんな。今の時代こそね、人間味にも飢えてますよ。そうですよね、え、寅さんじゃないけどさ、やっぱそういう世界ですよ、うん、で気づく場所が、やっぱり今のシステマティックなところだと気づけないから、うん、リートリートね。そうですね、自然とのつながりとか、人間も動物であるっていうことを思い出すと、なんか、もうちょっと感性とか飛躍かもしれません。高木沙耶さんもそういう話好きですね、きっとね。どこからそんな風になったんでしょう、高木沙耶さん。彼女もね、遠隔とかってもうまさにやってるとか言ってましたね。あの人は
やっぱり感性がいいんでしょうね。やっぱね、あの一つの感性系ですよね。あの世界がどうなろうと、はい、私たちの、でもそれは大事だと思う、ね、うんうん、あんまりね、うん、なんかそこにそこ意識するっていうことはそこにエネルギー注いじゃうから。そうなんですよ、ね、それはちょっとなんか、まあ、白髪を無視するわけではないんですけど、だからもちろんね、うん、最終目標は地球の浄化なんですよ。もっと自然と調和しましょうなんですよ、うん、そうですそうです、ね、そうです。それはやっぱり我々の意識の ね、これを広めていくことじゃないですか、うんうん、要するにその気づき、そうですね、うん、そしてより美しい心を持てるように、そうですそうです、意識をね上げていくってことですよね。あの言った上で本人がどれだけ気づいて自分がねやるかは本人次第だし、うねうん、だって代わりにやってあげられないですもん。そうですよね、うん、本人が乗り越えないといけないことは本人がやらないと無理なんで、で、ね、乗り越えられなかったらまた生まれ変わってもう一回やりましょうねっていう話だし、まあそれは急がなくてもいいのかもしれませんしね、うんうん、全くどこに、うん、そうなんです。だから魂がねフォーエバーであればもう全然ねエンジョイできますよね。そうですね、今世は今世ってね、そうそう、でもまあ学ぶべきことはちゃんと学んで、ちゃんと学びましょうとした方がいいですよね。まあ本当に目先の辛いとか金とかね欲得とかね、うん、惑わされないで、ただ海みたいに落ち着くのはね、うんうん、これは遠くを見れば見るほど穏やかじゃないですか、うん、海って近くはいつもこう波打ちが荒いですよね、うんうんうん、だから遠くを見てねこのなんていうの心が静まるに決まってるわけですよ。確かに山もそうですけどね、うんうんうん、やっぱり水平線なり何なり見るっていうのは、うん、精神が浄化されますよね。そうですね、落ち着きますよね、うん、波の音って、うん、ただあれをうるさいって思う感性の人も現代はいるんですよ。いるでしょうね、セミの音がうるさいのと一緒で、それはちょっと救いようがないんですけど、リトリートしてみんな波動が上がったかどうかチェックできるよ、ね、チェック、そう、波動上がりのチェックみたいな感じで、まあ、そこであの競争はしないことですね。そうなんですよ、ね、人と比べないことはないし、そう、うん、だって自分のことしかどうにかできないから。素晴らしく今日経営会議みたいな会これ実際ね、知恵先生と僕のビジネスですからね、これは、はい、ビジネスっていうか、なんか、うん、そうですね、保機人ですから、うん、先生保機人だからね、リートリート、そうです、今日だからその、あのなんていうかな、理念ができましたね、はい、争わない、そうですね、で、みんなあのハッピーな笑顔で帰る、そうです、そうです、それは大事です、波動を上げていく、そうです、そうです、より健康を目指す、うん、なんで、うん、まあそうそう、あと自然に触れるでしょ。そうですね、リセットする、さっきの文法がそのとおりですね、リセット、立ち止まる、一旦切り離すね、自分と向き合う、うん、大事な、よりハッピーに人生を再スタート、そう、リスタートなんですよ。そう、人生はリスタートいくらでもできるんですよね。ただいつもと同じ生活して、いつもと同じことしてたら同じ道しか見えないし、うん、同じ景色しか見えないんだけど、一遍止まって、うん、あれちょっと違うなと思ったら、そう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 、方向が変えれるから今度ね違う道が見えるんですよね。 それが大事ですね。いや本当にアルベダ良かったです。良かったでしょう、もうおすすめなんです。あ、すごかったですね。どういうふうに感じました、やった時に、ご自身の小さいする時に。私は、うん、まあ、何回も受けてるんですよ、だからそのオイルもいいなっていうのはあるし、一回あの白ダールを受けた時に、あれを受けた時に、こうその時はまだこう神戸でされてたんですよ、そしたらあの私見えるほどなんですけど、おじさんが入ってきたんですよ、なんか私の意識の中でね、部屋に、で、なんか私裸だし、こうセラピストさんと2人しかいないはずなんで、なんでこの人入ってきたのと思って、なんか話しかけられたような、なんかね出ていたんですよ、で、なんか誰か入ってきたよねっていう話を、あのマリちゃんね、セラピストさんにしたら、うん、私もなんかそれは感じたって言われて、やばい、すごいよ、皆さん、誰だったのあれはおじさんが入ってきたよとか思って、誰みたいな。マリさんもやっぱか、うん、そういうね感受性が、スピリチュアル感性すごいですよね、
私もそんな気がしたって言ったらゾッとしたじゃん。そうそうそう、やっぱりとか、なんかあそこから出ていたよねみたいなのが感じたんですけど、やっぱりそうだったんだと思って、なんかこう驚きました。僕はね、流体自殺の経験に近いですね。ああ、体がいつまでも沈んでいって、そう言われましてたよね。意識は最高の状態、うん、体だけ浮いてった感じ。あ、でもよく休まれてました、意識はすごくね、こうすごくいい状態です、うん、でも変性意識に近かったかもしれない、うん、でもね、肉体のケアをしていくっていうことは、はい、その例えばカウンセリングとか、まあ、瞑想とかもそうだけど、一回思い出してなんかその感情を味わってみたいなのがあるじゃないですか、それは、まあ、そのトラウマがあってなんかどこかがしこりができてるとかだと、そのしこりを取ることによって一旦その辛い思い出とかを思い出さなくてもリリースできることがあるんですよ。それってなんかね、辛かったり苦しかったりとかね、そういうのであればあるほど本当はみんな思い出したくなかったりあるじゃないですか。あえて思い出す、ね、そうそう。でもそれを思い出さずにそれが流されていくことができるっていうのは、やっぱボディからのアプローチもやっぱ特徴だと思うんですよ。で、頭で処理したくじゃなくて、体は絶対嘘つかないから。そうですね、うん、頭はいろんなね、理由とかのことをね、確かに、確かにね、もう全部ね、脳で処理終わりみたいな感じですよね。そうですよ。でもそこはね、嘘がつけるんですよ。でも、記憶ってね、やっぱりこう、忘れてるだけでね、残ってたりするから、それは、体は全部覚えてるはずなんです。それが、ボディにアプローチする、とてもいい、作用というか、効果。リトリートといえば、チェー先生っていう時代がこれ来るね。